緑色はすごい。ちょっとこの緑色なんとかしてえな。治った。治る、治ったっていうか、そうならないでほしいんだよな、そもそもな。どういうこと？よいしょ。何も見てなかった。ははは。顔が緑ってことか。後ろが緑。後ろが緑。ワイワイ、みんなでワイワイスペランカー。イエイ、ワイワイ。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 なんかね、4人で同時にプレイできてワイワイできるっていう風に聞きましたよ。ワイワイ。音量のバランス、もう分かんないんで教えてください。ワイ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 アリマワイ。押してください。こっちこっちか、これこれ全部使える。渡辺くん来るのかな。田辺さんは そのうちメールを後で来ると思います。じゃあ LR 押しといて。全部これ。どんなゲームなんだろうね。先に楽しみ。でも俺リアルなやつやったことないんですけど。あ、本当？あ、そう。どうやってやんない？これ。コントローラー設定とか見なくて大丈夫ですか？やってみる？何も事前情報なしで。これバトルなんですか？わかんない。何にもわかんない。コントローラー設定。俺も初めて見る。プラスマイナスで。ん？あ、これでしょ。これだよ、コントローラー設定。それがそういうことか。オプション、オンラインマニュアルってこれ見てるんですよ。そしたら404が出ました。じゃあいいんじゃないですか、適当で。びっくりするでしょ。まだ売ってるゲームなんですよ、これ。適当にやります。やりましょう。あれ結構前に出たの、これ。これね、結構スイッチ初期までいかないけど、もう3年か4年前のゲームですね。あ、そうなんだ。1の1。みんなで探検。お、みんなで。あ、オフライン。これは一人動かない人が出てくるのでは。そこはうまいこと助け合ってやればいいんじゃない？フレンドリーファイヤーなんてのがある。何これ？どういうこと？なんか爆発。説明が何もないね。これ仲間を殺しちゃうってことでしょ？ファイヤーオンだと。フレンドリーだよ。え？どっちやねん。フレンドリーファイヤーってそういうことですよ。見た。仲間殺しちゃうやつですよ。みんなで探検オフラインについて。みんなで探検オフラインでは HP にだけ軽装備経験値が入ると、まあそれはどうでもよくて、クリスコアゴールド、それもどうでもよくて、参加するコントローラーで決定をしてね。ん？装備がね、なんかあんのかな。お、ナオンにできると。体なんもない。裸ですか？裸だ。裸でサウナですか？服着た状態でサウナ入ることもあるんですか？あれですよ、岩盤浴とかは。あ、岩盤浴着を。これ見た目同じだと誰がどれだか分かんないね。色違いになったりするんじゃないですか？なるかな。あ、じゃあ頭装備これ、俺これにしとこう。しかし頭つけた方がいいのでは？大して変わんないですね。まあいや、ゲームスタート。えい、3人ですね。はい、渡辺は置いていこう。とりあえず置いていこう。北前進機能があってね、エネルギーめっちゃ変だよね。で、エネルギー減って死ぬんだよね。エネルギー、北前進でエネルギー、おおおい、なんかやばそう。早くも死んだ人がいるな。もう死んだの。 B でジャンプ。爆弾巻き込まれたら死にますから。怖い。爆弾どうやって置くの。下と A。 なるほど。でも爆弾持ってないでしょ。多分持ってない。持ってました。何もないところで使っちゃいました。鍵取ってなかったわ。あれ死んだ。今ので死ぬの。左上が HP で俺です。左下ゲスト2が俺です。俺が右上ですね。さっきので死ぬんだ。あれ鍵ないよ。なんか俺取りましたよ、鍵なのかどうか。じゃあ鍵開けて。何なのか分かんないやつ。あれ鍵じゃないか。鍵いらねえな。あ、これ3人で乗ればゴールかな、ここ。あ、そうだそうだ。お、開いたぜ。やっほー、後ろ閉まった。女神転生でいい。危なかった、今何も見ないで進むとこ。あのね、落とし穴が。
スペランカーでおなじみのこのギミック。アイテムに釣られて突進してしまったぜ。わあ。これこのゲーム何が楽しいんだろう。あ、鍵ゲット鍵ゲットしましたよ。俺も1個ゲットしたよ。俺ないよ。このゲーム何が楽しいの。え冷静になったらゲームみんなそんなもんですかね。そうか。開いた開いた。爆弾置き方分かった。今更さっき説明してたの。いやしてたけどまだやってなかった。あ、やばいやばいやばい。まだ実践してない。岩が、これなんか岩が来てわーっていうのが楽しいらしいですよ。なるほど。岩ってあのね、あ、なんか後ろから来てるよ。あれ岩これ個別なのかい。個別の岩だ。個別の岩が来るのかい。わー、死ぬ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 。あ、大丈夫だった。すごいね、俺らが追いかけてきた岩はどこへ行ったの崩れてましたそうか、なくなったのか。パラレルワールド的な。こんなに近いのに。うんこんなに密なのに一人1位は1人1位はクリアした。ということは幻なんだな。それぞれにしか認識できてないってことは。ファンタジー裸でスペランカ。裸でスペランカただでさえ弱いのに。うん、んなんだこれ。あ、選ぼうか。みんなで選ぼう。えい。なるほど。なるほど。なるほど。これ1の8ぐらいまでやったんですけど、なんかどのステージも大体同じだなみたいな。うん。このゲーム何が面白いんですかやっといてあれですけど。なんかね、あの、誰かがこのボタンを押してる間に進むとか、そういうのがね、うん、みんなだとできるんです。でもそのギミックはね、一面では出てこなかったんです。なるほど。これなんか一人しか乗れないとかだったら面白いのにね蹴落としたりとかね。ねえ、なんかあるよね、面白くする要素ね。ダメ出しでまあ元がスペランカーだからな。下行ったのかな。もう僕は下行きましたね。なんだこれ。あー死んだ。空中でいきなり死ぬ。これあれじゃないですか、これを一人踏んでる間に何か起きる、うん、そうそう。あ、ちょっと、あ、また死んだよ。これかな。ああ、ひどい。殺された。やられたで。こういうことですよね。こういうことだね。ここが面白いんですね。ここが面白いんですね。今面白いとこやりましたよ解説がすごい。なんならもう一回やりましょうか。もう一回やってみるかい。面白いとこやりましょうか。あれなんかキンコンキンコンつってるよ。右上の人死んじゃうよ。え、あ、これ押してないとダメなのか。右上の人死にますよ。え、なんで。金庫金庫言ってる、ね、エネルギーあるから。あ、これか。あ、回復した。あ、もやしがあつ森やってますね。あそこの左の方行きたいんだけどな。危なかった。あ、何もない。危ないよ。爆弾ではやはりここは壊せないのか。 そうだね。ゲームにならない、ね、あら、当たった。届かなかった。あれ、赤い鍵誰か持ってないの。僕持ってますね。俺2つ持ってるよ。俺何も持ってない。あー届かない裸でスペランカーだから裸だから。あ、僕待ちですねこれそうだね、俺待ってるわそうか、それでここにエネルギーがあるのか。よいしょ。あー届かない何これ、難しい。これ死んじゃったら赤い扉開かずに全員死ですか。届かないそれむずいっしょ。俺もさっき2回ぐらい死んだから。ギリギリ届かない。常に届かないおじさん。しかもなんか届かないと分かった時点で空中で死ぬっていうね。下まで落ちて死ぬんじゃないんだ。あれ死んじゃった。これなんか助けに行くやつか。あ、そうなの。なんか一緒になったら回復すんのか。すごい、高橋さんうまい。俺だってスペランカー歴長いもん。あ、治った治った。でもスペランカー本家こんなとこなかったよね。なんならもう鍵渡したいんですけど。みんなでスペランカーやって30年だ。ああ、また行かなきゃ。また行かなきゃ。なんで。ちょっと社長行ってきて。はい、行ってきます。ゲストに行きます。えい。ジャンプ。これ昔のスペランカーだとね、あの左キー右キーを押すタイミングとジャンプを押すタイミングちょっとずれるとすぐ綱にとから飛びずり落ちて死ぬからね。あ、そっか。それないだけマシですこのゲーム。ああ、失敗した。いや、これ難しい。なんかあれだよね。綱こんな動いてなかったよね。動かないですね。砂垂れてるだけだった。垂れてるだけでしょ。よいしょ。よっしゃー、気合いですね。ポイントは気合い。気合い。あいたあいた。イエイエイ。イエイエイ。白熱した。
まだ2面でしたっけ2面です。まだ白熱するところではないのでは。1の2です。白熱した。あ、なんかそうそう、これ原作にあった。そうそう、これ下ずり落ちると死ぬから。はい。あ、これさ、まあ後で行くそこじゃん。下なんかあんのかな。動きに似たやつが同じ動きするからもう分かんないよ。そうそうそう、形変えてくんないと。あ、なんか下なんかありますね。下行きました。誰か下行った行った。これで鍵赤いやつ取ったよ。俺青取りました。ここじゃねえな。これなんか金色の何か取った。上の右だな。これがあれかい、声でこうボイチャとかしながらやると楽しいやつか。なるほど。あ、そういうこと。遠方でもディスコードとか使って、うん、とか 言った途端喋らなくなる。喋りながらやれば面白いんじゃねって言った途端無言になるってどういうこと。ここが面白いところかい。ディスりがひどい。これね、なんか行き止まりと見せかけて爆弾を仕掛けると ね、よいしょ、うん、アイテムが出たりとかね。よいしょ。そういうのもあるんですよ。なるほど、爆弾そういうこと。危ないね、これ。え、ほふく前進出てやるんでしたっけ。あのね、頑張る。なんか やっちゃいけないことやってる。それなんか撃ってない。お化けを撃つんですよ。あ、お化けを。あれ、それほふく前進じゃなくてもいけた。うん、あ、いけましたね今のとこは。あれ、なんかありますよ、ドアが。ゴールのドア。ゴールのドア。これ面白いかい？どうだい？ちょっと面白いですね。ちょっと。でもこれね、定価で買ったらね、がっかりすると思うよ。いくら？ 5,000 円ぐらいしたんだ。高い。5,000円ぐらい。でもあのなんかセールで安かった。ああ。1500円ぐらいで買った気がする。1500円ぐらい。うん、1500円だったらね、あの、うん、スチームの洞窟物語が買えます。やったぜ。1500円。あ、1480円。じゃあ洞窟物語やろうぜ。洞窟物語面白い。あの見てる人もコメントすっかり止まっちゃいましたから。もうみんなもう、寝たんじゃないですか。帰っちゃったかな。帰っちゃったかな。これ右の赤い方まだやってないね。やってない。そっち行ってみましょうよ。はーい。さあ一野さん、どんなギミックが我々を待ってるのかな。そうか、ということはスーパーひとしくみたいなやついるけど。本当は金ですね。あ、いますね。ディ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 。あれ、俺いなくなっちゃった。あれ、え、参加してない。参加せずに。いや、OK してたよね。ここ爆弾じゃね。おーっと。それうんこです。ああ。鳥のうんこに触ると死ぬっていう、イニシエの文化があって。あれ、これ奥行けんじゃないの？これ向こう行けそうだけどな。なんか奥ないです。ないんだ。なぜなら 2D だからこのゲーム。なんか事務所に来るときとかも。これ L 左。例えば自転車乗ってて犬のうんこじゃなくて鳥のうんことか。当てられたらもう今日いいかなってなります。、はあ、脱落しちゃった。あ、チャンピオンさんモバマスやってたって。そうそうそう、でうんこに当たらないようにする。あ、それに当たっても死ぬからね。え、これ死ぬの。、うん、燃えかすで死ぬのも、これイニシエの文化です。アフロになって死んじゃった。スペランカーといえばうんこで死ぬ、倒したやつでの死体で死ぬっていう。めっちゃうんこ出してるし。そう。え、これむずい。あのカプセルで倒して進むのが正解ですね。ああ、倒せばいいのか、うん、さっき倒して死体に当たらない。あ、もうすぐ死んじゃう。俺が死んじゃう。え、ちょっと待って。待ちくたべて死んじゃうやつ。あの、また来た。またうんこ。大量のうんこを。うんこやばい。で、あれに当たらないように進む。で、すぐ復活するから、コモリ。え。危ない。危ない。お待たせ。あれ？二人でも開くんだ。うん、一人だと一人で開きます。ああ、なるほど。これぼーっと見てるポイトさん、これ楽しい？楽しいですね。あ、これ報復前進。ああ、岩が爆弾なんだ。本当はね、なるほど。報復前進してるけど、体力がどんどん減っていく。死んじゃう。そうでしょう。死ぬ死ぬ。減りがすごいんだよね。あれ、こっちない。あ、死ぬ。あ、死ぬ。あ、これ、これは死ぬ。これ回復できず死ぬ。俺もね、前そこで死んだわ。これ欲にまみれてコインを全部取ると死ぬ。あー、死んだ。見殺しスタイル。だって俺もはるか左の方行っちゃってるから、うん、あと助けることできないし。そうだね。なるほどね。エネルギーを分け与えることができない。この謎のピヨピヨに触ることしかできないから。行くぜ行くぜ。あ、もうアイテム上の方は取ってある。
協力プレイじゃない。協力することが何もない。協力要素がないんだもん。特にないよね。特にない。さっきのあのボタンを押してる間になんかっていう、はいはい、あそこしか今のとこない。あれも必要だったのかみたいなとこありましたけど、うん、あれも別に必要、クリアには必要ないですからね。今初めて気づいたけど右下にマップが出てるんですね。そうそうそう。初めて気づいた。お待たせ。お待てー。よしよし、これ早くクリアして、ボイドさん復活。ボイドさんを。あ、まだじゃ、まだだった。ここら辺なんか協力するとこありそうじゃない？あ、これ、これ降りたら死ぬやん。それ、いや、乗ったら協力プレイできますね。え、あ、そうなの？でもそれ、多分こっちじゃないね。俺が戻んないと協力できない。あれ？あー、うんこで、うんこで死んだ。うんこ気づかないんだよな。ちっちゃすぎてな。スモールうんこで死んだ。ねえ。あー、うんこ。こっちでしょ？こっちの？これの。これの？これをこうして？乗ると。あ、これで俺が乗ってて、ゆうのさんがうんこで死ぬ。うんこで死ぬ。やばい。危ない。おお。すり抜けた。なんか取った。なんか取ったぞ。あ、それね、ビヨンってなるわ。ビヨンってなる。乗ってごらん。え？ビヨンって。ビヨンって？黄色に。黄色にジャンプ、ビヨーン、降りれる。なんか取ったぞ、アイテム。ああして取ったアイテムが何なのかっていう説明一切ない。ないんだ。うん。どうやって使うんだろうな。どういうお得なところがあるのかとか全くわからない、はい。一切説明ない。なるほど。しかもゴールっていう、うん。あれだな、多分これステージクリア後のなんかアイテムが手に入るんだな。あ、そうか。多分ボーナスアイテム的な。うん、そうまでしてほしいかっていうやつなんですけどね。特にだからクリアのために必要ってわけじゃない、うん、じゃあ違うゲームやりますか。俺もねそろそろいいかなって。あれだ、あれあれ、あーなんか出たぞ、石板ゲット。全然集まってないじゃん。火の鳥より集まってないじゃん。火の鳥感ある。もう飽きたね。もう大体やったでしょこれ。でもこっちの面やってないよほら、赤いところ。ボイドさんは俺がいなくなっちゃった。あれ参加できないの？ A ボタンとかなんかスタートボタンとか、 LR とかスタートとか、なんか押して、なんか押して、なんか、あれあれ、じゃあ別のゲームやりますか。別のゲームやりますか。別のゲームやりますか。あ、今でもまあいいか。あれ、あ、出てきてました、ね、出てきてた。もう一回やればいいのか。いや今なんかあのステージ選ぶとこになったら出てきました。このフレンドリーファイアは何だったな結局。爆弾が爆弾で殺せるんですよ。お、なんかブーってなった。フレンドリーって何なんだろう。あの戦争とかリアル戦争とかでなんか味方を撃っちゃうことをフレンドリーファイアと言うんですよ。勉強になる、はい、勉強になった。私マクロスフロンティアでそれを学びました。なるほど。確かフレンドリーファイヤーなんとかって曲があるんだよね。違ったっけ。右下に草野仁みたいなやついるけど。しゃあやってくぜ。強くなって帰ってきた。あ、フレンドリーファイヤーしちゃった。パーンしちゃった。パーン。うっかりしちゃった。危ない。あれ？あ、B か。あれこんな面あったっけ？いや、ここやって、ここやってない面。何これ？やってない面なんじゃない？あ、なるほど。理解しました。今完全に俺理解しました。これやってない面ですよ。まだクリアしてない面ですよ。だってあの俺が一人でって話。ああ、うん、ああ。これを理解、すごい理解して今。こんな岩くんのがいい。あれ違った。全然理解してなかった。ただの岩のあれか。おお、岩すげえな。これ他人数だとこの岩転がってくんだな。あ、そういうこと？死ぬのこれで？厳しいんすよ。あれ上、あれ聞かない。あれあのコントローラーが急に聞かなくなったけど、どういうこと。わあ、来たー。危ねえ。うえマジで何これ。え、これで死ぬの。みんなみんなして、みんな、あ、捕まってる。揺れてるやつは登れないんだ。なるほどね。なるほどなるほど。よいしょ。それ説明してほしいな。一言言ってくれればな。あ、死んじゃった。もうダメだ。ええー。ああ。これ俺がこのまま時間経ったらどうなるんですか。また参加できなくなるみたいな。結構後ろの方にいるね。もう最初の初期段階。ちょっとそこまで戻れねえ。いや、もういいんじゃないですかね。もうこのゲームいいんじゃないかな。別のもっと面白いゲームあるんじゃないかな。難かった。あ、今来た。
あそこまで頑張るとあれが取れるのね。これか。ああ取って死んだ岩に引かれながら死んだ。これまたユノさん待ちになっちゃった。え、マジで。ちょっと待って、行きます。頑張れプイキュア、頑張れ、頑張る、頑張れ、ヨヨヨヨン。ファンボックスの、ファンボックスの支援ありがとうございます。あ、ファンボックスありがとうございます。早速やったやった。とりあえず俺東方カザクラ園から始まる東方アレンジシリーズの話を書くよ。うん、15年前の話をね。15年前。あの、自分なのか相手なのかがね、分かんなくなっちゃうんです俺もね、今ね、あ、拓也さん死んだと思ったけど、死んだのは俺だったわ。死んだのは自分だったどっちか分かんなくなる。わあ、危ねって。わあ、れ、うんこだまりじゃないですか。うんこだまり。え、そうなの。うんこ、あああえていかない。わあ、貴重なうんこ。これ踏んでるとなんかなんじゃないの。あ、通れます。これを通ってあれを取る。よよよん。取りました。ああ来たー。あー死んだー。そして俺が進む。屍を越えて行き。あれ落ちてると進めねえんだ。あれ、ちょっと助けて助けて。危ない危ない危ない。あれ？上に行った方がいい。死ぞ。危ねえ。これこうして待つんだな。岩行ったよー。ああ危ねえ。流しそうめん行ったよ。岩来たわ。また来るでしょ、どうせ。どうせ来るパターンのやつ。どうせ来るパターン。どうせ来たよ。あ、危ねえ。あら、あらま。竜祖。竜祖。イニシエのね。お、なんだこれ。危ない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 。あらま。だった。ジャンプしたら岩に頭、足が死んでる。ああ、死んでる。助けて。アリマワイさんが動物の森始めたよ。マジで。これ岩また来るんでしょ、どうせ。あ、来たー。あー危ねえ。あー、二人とも死んだ。分かってんのに死んだ。ああ、え、全滅？そういうこともあるんですね。あ、もうぴったり全滅。いいゲームオーバー音が聞いた。あー、イニシエのゲームオーバー音が。お互い助けられなかった。へえ、そうなんだなるほどね。悔しいな。